営業トーク。営業歴35年2度の株式上場を達成し、文具事務機屋さん専門にコンサルし、多くの経営者を笑顔にした日本一営業同行している泥臭い営業バカの島田が紹介します。営業トークに関してのお話をさせていただこうかなっていうふうに思うんですけど、まあ、これなんでかって言いますとですね、営業トークがなかなかできない方が非常に多いなっていうふうに感じてるんですね。例えば、私が指導する営業紙芝居、iPad を使ってペラペラめくりながらやる。これがなんでできないんだろうってすっごい不思議なんですけど、できない人が多いんですよね。それで、まあ、私自身は意味不明なんですよ。なんでできないのって感じなんですけど、この営業紙芝居のトークが私が言った通りに、いや、やりゃいいだけじゃんって思うんですけど、これができない。それで余計な話をくっつけちゃうんですよね。それで、いや、そこはダメでしょ。そこはちゃんと言わなきゃっていう部分を省いてしまったり、それで非常にですね、慌てて話をしようとする人が多いなっていうのが印象でして、まあなんでなんだろうっていうのをね、一つずつお話をさせていただこうかなって思うんですけど、まずですね、非常に単純な話なんですけど、聞いて真似すればいいだけじゃないですか。それで、まあ私が何回かこう、ロープレをやるんですけど、頭に入るでしょって思うんですけどね。これがどうも皆さん頭に入ってない。つまりですね、結局、まあ二つかなって思うんですね。二つの原因が考えられるなと思うんですけど、まず一つ目が、もうとにかくトーク練習不足。あんたトーク練習してないよねっていう、これが大きいかなっていうのと、二つ目がですね、現場で話し慣れてないんだろうなっていうことなんですね。まあ我々が営業を始めた当時、もう飛び込み営業しかなかったんで、まあ朝から晩まで100件200件普通に飛び込むわけですよ。それをやってれば話せるようにこうなってくるんですよね。その現場のもう当たり前のこの数があまりにも不足してるっていうのと、トーク練習をしてないから話せない。話せないイコール人の話を聞いてそれをコピーしてやることすらできない。まあそういった状況じゃないのかなっていうふうに思うんですね。それで、まあ余計な言葉をこう言ってしまうことなんですけど、結局ですね、自分の今まで生きてきた流れの中で解釈して伝えようとしてしまうんですね。ということは、ここで人が、まあ、例えば私がこうやるんだよって教えてる一言一言って、営業上でこの通り話してほしい言葉なんですよ。この通り話してほしい言葉なのに、その意味を解釈しちゃうわけですね。意味を解釈して、自分なりの言葉として話そうとしてる。イメージがあるわけですよ。そうするとですね、言葉が変わっちゃうんですね。それで言葉が変わると刺さんなくなるわけですよ。営業ってすごい言葉が命みたいなところあるんで、勝手に変えてんじゃねえよみたいなね、気がするわけなんですけど、多分自分が解釈して自分なりの言葉で言ってしまうっていうのがあるのかなっていうのと、あとですね、すごい今まで生きてきた自分の感覚で言葉を話してしまう。それで全く同じ言葉を言えないんですね。ニュアンスで話すっていうやつなんですけど、いやー、ダメでしょってね、本当練習してくださいって思うんですけど、とにかくね、圧倒的に練習が足らないなっていうふうに思いますね。それで、あと重要な部分をこうスポーンと抜いてしまうんですね。例えば、まあ、私が営業紙芝居で、例えば LED の
話をするときに、保証の部分ってすんごい大切にしてるんですよ。ただ保証のところっていうのはアドリブで言わなきゃいけないところなんですね。だからこの保証の部分っていうのはどういうふうになってるかっていうと、社長、LED って長く使えるって聞かれたことございませんからスタートするわけですよ。それで、大体、知ってるよって言われて、大体4万時間って言われるんですけど、ざっくり10年ぐらい使えるものなんですね。それで、保証は何年あるんだろうって調べてみると、例えば、パナソニックとか東芝さん、まあ、日本の有名企業で1年保証なんですね。それに対して大塚商会って聞かれたことございますっていうと、まあ、知ってる人が多いんですけど、大手だよね。その大手さんでも5年保証なんです。それで例えばですね、社長のところに10年間使えますってお話をして、5年保証で入れさせてもらった。万一6年目とか7年目に切れちゃったっていうと、社長気分いいですって、ここまでがアドリブで言ってほしい部分なんですよ。それを10年保証ついてますよって言われても響かないわけですよね。そうじゃなくて、お客さんの感情を、なんていうのかな、逆なでるために、臨体験をしてもらうっていうのかな、実際に自分でもしこうなったらって想像してもらわなきゃいけないわけですよ。だからこうメーカーなら1年保証、大塚商会でも5年保証、それで10年間使えるって言って5年保証で、6年目とか7年目に切れちゃって社長気分いいですって言うと、それを頭の中で想像するわけですね。想像すると初めて、みたいになるわけですよ。それをわざわざ何回も何回も何回もやってんのに、うちのやつ10年保証です。じゃあダメだろってね、この重要な部分を言わなきゃダメだよっていう、わかるかな。まあ、とりあえず、何のために言ってんのっていうのを理解してほしいなっていうところですね。それと非常にですね、焦って話そうとするんですよ。これは、まあ、多分余裕がないんでしょうね。早く言わないと頭の中からこぼれ落ちちゃうみたいなね。そんな感じでこう慌てて話しちゃうケースが非常に多いなって思うんですけど、まあゆったり間を空けながら、まあそれこそ子供に話すようなね、感覚でやって行かないと、聞いてる方がなんか余裕、なんかこの人新人さんみたいにこうなってしまうんでね、ここは直さなきゃダメだなっていうふうに思いますね。それで、まあ、とにかくトーク練習が少なすぎるな。例えば、まあ、このトーク練習っていうのはどういうふうにやればいいのかっていうと、まあ、例えば私の紙芝居をやるんであれば、紙芝居のシナリオってみんなクライアントさんに送ってあるんですね。それを一字一句そのまんま完璧にコピペする、これが最初なんですよ。それはできて当たり前なんですよ。まずそれを繰り返し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 やって、空で言えるように、まあ空でね、言えるように繰り返しやります。こんなのね、1日2日やれば、見ないでできるようになります。ただそこでやめない。それを繰り返し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 、毎晩毎晩、たった10分でいいです。10分間ぐらいでいいです。それを、まあ私の場合は風呂の中でよくやってたんですけど、どこでもいいです。ね、会社にいる間、帰る前に10分間やっても、鏡に向かってもやってもいいんで、とにかく、毎日繰り返す。それを繰り返し繰り返し、こうやり続けて1ヶ月、2ヶ月経つと、まあ本人、私そうでしたけど、
うまくなったなって思うんですよ。うまくなったなって思うんですけど、ぜひぜひね、録音して聞いてみてください。どんだけ下手かがよくわかるんで、自分のイメージと実際ってえらく違うんで、まずは録音して聞いてみましょう。その後でまたやり続けてください。まあ、最低ね、今の時期だったら1年はやり続けてほしいんですね。そんぐらいやらないと、結局ね、昔我々って、私の場合は、毎晩毎晩ずっとやり続けて、まあ8ヶ月間やり続けたんですけど、それ以外に毎日飛び込み営業で100件200件トーク練習をしてるわけですよ。それがあって8ヶ月なんで、皆さんの場合っていうのは多分最低1年はやらないと、あのね、心で話せるようにはならないと思うんですね。心で話すっていう、もうとにかくね、考えずに言葉がポンポンポンって浮かぶようになってってほしいんですね。ということで、まあ、やり続けていくと、次第にね、言葉として出さなくて頭の中だけで、トーク練習ができるようになってくるんですね。それができるようになってくると、今度お客様がなんて言うんだろう、なんてノーを言うんだろうっていうのがイメージできるようになって、で今度はトークの作成であるとか切り返しトークをもう頭の中で作ったりいろいろできるようになってきます。まあ、ぜひぜひね、このトーク練習、騙されたと思って1年間、たった1年ですよ。人生ね、80年とかね、言われる時代にたった1年間ぐらい、まあ、営業であなたがトップセールス、もしなりたいと思ってんだったら、たった1年だけ騙されたと思って1日10分間だけやり続けてみてください。まあ、特にね、20代の人、若い人はやり続けられますから。若いうちに何か手に職をつけるってすごい重要なんですね。そんな中で営業っていうのは、営業スキルがつけば、まあ、何やっても食っていけるようになりますんで、まあ、ぜひぜひね、やってみてください。それで、トークの、まあ、この意味というかですね、まあ、シナリオの組み立て方なんですけど、まず、まあ、私がやってるね、営業紙芝居の場合っていうのは、一番最初に大義名分っていうのが来るんですね。その後で、こう巻き込みと軽めのクローズを入れて、競合したくない他者を消していくっていうことをやるんですね。それで、このすべてがお客様を教育する教育過程じゃなきゃダメなんですよ。それで、教育っていうのは何なのかっていうと、お客様の常識ってあるんですね。常識の枠組みのちょっと上やるんですよ。この人の枠はここだとしたら、このちょい上。ちょい上のことを話しするだけで、お客さんは勝手にあなたのことをすげえ詳しいって思っちゃうんですね。そんなもんなんですよ。そういったのを一つ二つ織り交ぜるだけで、気がつくとお客さんにとってあなたは、その道のプロになれますから、そういった話し方をしていくのと、あと必ずですね、その中でベネフィット。それでベネフィットを伝えながらお客さんの感情を揺さぶる。それで手スクロをして次回提案書を確約する。まあこういった流れで、営業紙芝居の紙芝居はこう作ってあるんですね。それを理解してやっていただきたいなっていうことです。それでトークの解説動画。これはね、まあ、それぞれアップしてありますんで見ていただければいいと思うんですけど、営業実務コンサルタントの島田です。今日は LED の営業紙芝居のご紹介をさせていただきます。まあ、これ紙芝居でやってる営業紙芝居はアートを使って誰でも簡単に入れる営業の仕組みになります。デモンストレーションもお流ししますんで解説と一緒にご覧ください。今、氷河が食べたり、CO2 排出大量廃棄処理しようとありますよね。それで、子供たちの笑顔のためにですね、まあ、当社も何かやりたいなっていうことで、LED の販売を開始することにしたんですけど、まあ、当社だけでやってても仕方ないので、まあ、こうやってお客様に一軒一軒回りながら一緒に取り組みさせていただけますでしょうかっていうご案内なんですけど、まあ、やるにあたってですね、ちょっといろいろ調べてみますと、日本の
LED 確か結構値段高いんですよね、例えばパナソニックとか東芝とか、まあ、それに対して海外で中国とか中国とか、まあ、つけてはいいけど海外とかっていうのがありまして、まあ、なんでですね高いんだろうっていうことでちょっと調べてみますと、これですね、初期型の LED の規格なんですけど、口金をこういった日本型に交換しなきゃいけないよということで、実は中国の交換になるんです。まず、大手のメーカーさんっていうのは、今だけこの中国のシステムをやってるんで、ちょっと大げさになって、値段も知らない部分の話をすると、それに対して中国とか韓国っていうのは、まあ、つけたらいいけど壊れちゃったっていうものでも、環境に怖い問題がありまして、それ特許の問題。あの特許の絡みで中村教授青色発光大王の発見されてるノーベル賞を取られた中村教授なんですけど、もともと勤められてたのが徳島に日夜原さんっていう、そこがですね、LED のところに行きますと、LED って長く使えるって聞かれたことございません。さっきり10年ぐらい使えるものなんですよ。じゃあ保証は何であるんだろうって調べてみますと、花とか東芝さんで1年、まあ、それに関して大手さんで大塚商会さんってあるんですけど、はい、あそこで5年保証なんですよ。それで、まあ、やるやらない別で、ここで、手スクロをして、まあ、提案書まで持っていくっていうような流れにしてるわけですね。それでシミュレーションをさせていただけませんでしょうか、うん、っていうことで。まあまあですね、ぜひぜひ、解説動画、これもそうですし、この UTM の方の解説動画、これも、営業実務コンサルタントしますので、今日はですね、UTM の営業紙芝居に関してお話をさせていただきます。UTM の場合、落ちやすいミスがあるよくて、まず1番目、商品の6番目、UTM の機能について、普通に思います。皆さんにやってほしいのは、トーク練習をしまくる。それで習慣化するっていうことを、ぜひぜひね、とにかく、もうね、もうたった1年でいい、たった1日10分、それを1年やったら、あなたはね、間違いなくトップセールスになれますんで、ぜひやってみてください。終わります。アクト株式会社営業実務コンサルタント島田がお送りしました。